야, 스티브, 이건 한국 정부가 나쁜 거지. 사람이 나쁜 건 아니지 않냐? 今日の動画 타이틀. 逮捕された この 한국人 女性は 70年後 被害者になります. 今日は これについて 話したいと思います. さて、 この間 また日本に迷惑をかけた韓国人ニュースが出ました。幽霊会社に就職して技術、尋問知識、国際業務ビザを取得し、実際には風俗店のホステスとして不法な仕事をしていて、日本の警察によって摘発されたのです。実は競技ビザで基礎就職し、摘発される場合は、決められた在留期間がオーバーしていたにもかかわらず、自国に帰国せず、そのまま隠れて暮らす、オーバーステイのような種類の不法滞留者の摘発より、探し出すのが最も難しいです。それにもかかわらず、今回の競技ビザで、基礎就職が摘発されたという事実は、日本警察の風俗業取締りに意図せず摘発されたという見るのが妥当です。それでも毎年地道に摘発されているのを見ると、どれだけ多くの韓国人女性たちが日本で不法に仕事をしているのか、大体わかると思います。日本の方には申し訳ありませんが、こんな迷惑をかける韓国人女性は日本だけの問題ではありません。アメリカはもちろん、全世界の問題です。はは。ここで少し、日本で韓国人たちの不法滞在について簡単に片付けていきましょう。先ほど言った嘘ビザでの偽装就職を除いて、決められた在留期間を超えているにもかかわらず、自国に帰国しない韓国人の不法滞在者数は減る気味が全く見えません。2015年から2019年上半期まで、韓国は1位チャンピオンを奪われませんでした。一体いつからトップチャンピオンになったのだろうか。資料を探している途中、無意味になりそうなので諦めたんですが、私の考えでは多分、韓国人の日本ノービザ観光が執行された時点からすぐに1位になれたんじゃないかと思います。そして2019年下半期、ついに1位をベトナムに奪われました。原因は韓国人の数が減ったのではなく、ベトナム人の数が爆発的に増加したからです。だけど、国家人口数の比率で見ると、ベトナムが1億人に近いし、中国は言うことでもないです。さすが韓国、すごい、としか出ませんですね。とにかく、オーバーステイがこのくらいですので、嘘ビザによる不法就業人数は当然高いでしょう。一体自国内では実質的な G8 先進国だとか、日本が韓国を牽制しているとか、購買力は韓国が日本を裏回ったとか、日本より給料がもっと高いとか、逆に日本には未来がないとか、すでに滅びた国だとか、数え切れないほど大韓民国、万歳、モードなのに、何がいいから日本に隠れて暮らしているのか理解できません。さて、また本論に戻り、日本で強制労働でもないし、本人が望んで不法なことをして、日本の警察に摘発されたから、結局はいつかは韓国に送れるようになるでしょう。そしてこの人は、
約70年後に日本の強制労働被害者となり、日本政府に被害補償額を請求するでしょう。え、それを君がどうやってわかるんかと？今韓国が知っているんじゃないですか。約70年前にも同じようなことがあって、それから70年経った今、ハルモニーになったその女性たちは、日本政府に謝罪と補償を要求しています。ほとんどが身近な支援して仕事をし、一部がブローカーを通じて就職を紹介されたんですが、もちろんそのブローカーはほぼ朝鮮人です。当時、日本政府はそうしたブローカーの中から嘘や強制性があった場合は摘発してきたけど、そういう事実は全く除いて、日本でそんなことをしたことだけに集中させて、まるで純粋な被害者のようにイメージを作りました。今から70年後のため、韓国はまたイメージを作っています。このニュースをご覧ください。일본으로 건너가 성매매를 하는 우리나라 여성들이 늘고 있습니다. 야쿠자 조직까지 개입하면서 국제 범죄로까지 확산되는 양상입니다. 일본 도쿄 현지에서 장준성 기자가 현장 취재했습니다. 러브호텔이 몰려있는 도쿄의 한 유흥가. 일본인 호객꾼이 다가와 한국 여성과의 원정 성매매를 권합니다. 밤이 되자 이곳 한국 여성들의 원정 성매매는 더 극성을 부리기 시작합니다. 한국 여성을 찾는 일본 남자들, 차에서 내려 호텔로 가는 한국 여성들, 성매매를 끝낸 한국 여성이 차에 올라타고, 새로 호출받은 여성은 차에서 내리고, 또다시 일본 남성을 찾아 떠나는 장면이 계속됩니다. 한국 여성들의 원정 성매매는 사실상 일본 전역에 퍼져 있습니다. 음성적으로 그러면서도 집단적으로 이루어지고 있습니다. 현장 들어가 보겠습니다. 26살 강모 씨, 서울과 부산의 유흥업소를 전전하다 사채 3억 원을 갚지 못하고 두달전 일본에 넘어왔습니다. 일본 남성이 강압적인 요구를 해도 돈을 받기 위해 참는다고 했습니다. 5만 원 총 주거든요. 총 이렇게 자기 말 해서는 안 되는 말 이렇게 다음에. 이렇게 일본에서 성매매를 하는 한국인 여성들은 도쿄에만 3만 명이 있는 걸로 추정됩니다. 요즘에 우리나라에 아파트들 움직이는 게 있잖아요. 2만 명씩 움직인대요. 막 대박을 했어요, 계속. 한국 가게를 다 쫓아내라고. 누가 된 거예요? 이게 시민들이. 일본 야쿠자가 한국 성매매 여성 송출과 업소 운영에 노골적으로 개입하면서 원정 성매매는 이제 중대한 국제 범죄로 확산되고 있습니다. 200, 300 그라이의 店舗っていうか, 소식이 아는 데しょうけど, 최종적으로는, 외가 전부 쓰여져ってるような 感じ? 한국인 여자는 ほとんど 있지 않을でしょうね. 뾰족한 대책 없이 방치되어 있는 우리 젊은 여성들. 지금 이 시각에도 낯선 남성과 함께 일본의 밤거리를 헤매고 있습니다. 도쿄에서 MBC 뉴스 장준성입니다. 야, 스티브. 이건 한국 정부가 나쁜 거지. 사람이 나쁜 건 아니지 않냐. 日本人の皆さん. 今の 한국 政府を 恨まないでください。今の韓国政府のおかげで、韓国の本当の姿を知った方も多いです。そして、韓国政府も努力していますよ。今回摘発された女性のような仕事をしている女性たちに、破格の待遇をすることで、同じ仕事をするなら韓国でやった方がいい。という認識を自国民に熱心に伝えています。例えば、基本的にそういう仕事をする女性たちはみんな被害者の処遇を受けることができます。そして、整形支援、宗教支援、職業訓練などの名目で一人当たり少なくとも500万ウォンから最大2260万ウォンまで支援を受けることができ、宿職を解決できる家も無料で支援してくれます。
彼があるんですって?心配しなくてもいいです。韓国では無料で法律の支援もしてくれます。その他にも、塾の授業料、資格証、就職、医療支援など、韓国政府は熱心に努力しています。しかし不幸にも、多分、日本内のこんな韓国人女性の姿は消えないでしょう。このようなご支援にもかかわらず、韓国人はこの仕事を続けたいと、デモまで振り広げているからです。私は日本人の方たちが韓国人に対してもうちょっと冷静に見てほしいです。今の日本人の皆さんが目覚めないと、未来の日本人が被害を受けます。過去のミスを振り返さないことを願います。그럼오늘영상은여기서심하이하겠습니다.